ミルデューラ、ビクトリア州、ミルデューラ、ミルドラは、オーストラリアビクトリア州北西部の都市である。マレー川の南岸に位置し、対岸はニューサウスウェールズ州となる。都市部の人口は約3万人、周辺地域も含んだ地方自治体ミルデューラ広域市としては、人口約5万人。オレンジをはじめとした、柑橘類とワインの産地として知られており、特に、 ワイン原料用のブドウの生産量は、ビクトリア州における総生産量の約85%を占める。見栄え類の侵入を防ぐため、ミルデューラ及び周辺地域は、他地域からの果物及び野菜類の持ち込みが禁止、持ち出しは可能されている。海岸線から数百キロメートル離れているにも、かかわらず、標高はわずか50メートルに過ぎない。 平均降雨型のステップ気候 BS に含まれ温暖な気候に恵まれている。年平均降水量は約290ミ、mm、リメートルでほぼ同程度の降水が12ヶ月を通じて降る。冬と春は雨の日が続き夏は激しい雨が一度に降る傾向にある。夏の平均最高気温は摂氏32度平均最低気温は摂氏17度。冬は 同摂氏15度、摂氏4度で、作物が闘争害を受けることもある。古来、多くのアボリジニが、食料の豊富なこの地に住んでいた。幾人かのヨーロッパ人もその豊かさに気づき、羊の放牧地として利用するようになるとともに、牧場を、アボリジニの言葉にちなみ、ミドゥーラと名付けた。赤い土地、あるいは、深いなめ、この地域では、ハエが非常に多く、 しばしば目の周りにまとわりつくという意味である。1877年から1884年にかけての干ばつを受け、当時ビクトリア州政府において公共工事担当大臣を呼び水資源、供給委員会の議長であったアルフレッド・ディーキンはアメリカ合衆国に渡り、カリフォニア州の考え地域を視察し、カナダ人技師であるジョージ・チャフィとウィリアム・チャフィの兄弟に出会った。 1886年、ジャフィ兄弟はオーストラリアに渡り、ビクトリア州政府と総額30万ポンド以上、20年がかりでビクトリア州北西部において永続的な開発を手掛けるという契約を結び、統治均衡で放棄されていた牧場跡周辺を考え用地に選んだ。政治的な論争に巻き込まれた末、1887年に、 考え計画が実行に移された。幼稚の大半を占めていた牧場跡にちなみ、ミルデューラという牧場名がそのまま地名となった。1800年代の末には近辺に、ベントアースや、ゴルゴルなどの町が成長しつつあった。しかし、1890年代に、大繁殖したのウサギが、牧草地に穴を掘り、飼育されている羊がその穴に足を取られて傷して、 動けなくなりそのまま死亡するという被害が深刻化した。経済も強硬状態にあり、市況が一段落するまでの間、開発は思うようには進まなかった。だが景気が回復してからは、成長を重ね、この地域における中心地となるとともに、新たな入植地が生み出されていった。1920年代からは、ミルデューラの西にあるマーベインから南方のレッドクリに至る区間で、 近郊鉄道列車が運行されるようになった。1934年正式に市に昇格した。ミルデューラは、アデレードとシドニーを結ぶスタートハイウェイとベンディホを経由して、メルボルンへ向かうカルダーハイウェイとの交点にあたる。市内中心部のディーキンアベニューは、全長 12.1km と一本の通りとして、オーストラリア最長である。V ラインのバスがメルボルンをはじめとした。 ビクトリア収穫地へ向かうほか、シドニー・アデレード間を走る、グレーハウンド・オーストラリアのバスがミルデューラを経由している。メルボルンへ向かう、鉄道路線があり、貨物輸送のみに用いられている。2006年に、機関変更を可能にするために枕木を新たなものに、取り替える工事が7300万オーストラリアドルの予算で行われる子が発表された。カンタス・リンク。 バージンブルー、レジオナルエクスプレス、シャープ航空の4社が、ミルデューラ空港とシドニー、メルボルン、アデレードなどとを結ぶフライトを運行している。ミルデューラカントリーミュージックフェスティバルをはじめとして、様々なイベントが毎年開催されている。ローカルな新聞としては、サンデーシアデイリーやミルデューラミッドウィークなどが発行されている。 オーストラリアンフットボールのサンデーシュアフットボールリーグが8チームにより行われている。バスケットボールも広くプレイされており、夏には周辺地域からも含めて100チーム以上が参加でリーグ戦が開催される。またサッカーも盛んで、冬季に6チームによるリーグ戦が行われる。ミルデューラレーシングクラブが競馬を開催しており、5月に行われる。 ミルデューラカップが代表的なレースである。また、つなぎが速歩競争も行われている。地方自治体としてのミルデューラ広域市は1995年にミルデューラ市、ミルデューラ、シャー、ウォルペアップシャーが合併して成立した。ミルデューラ以外の市街地区として、マーベイン、レッドクリフ、アイリンプルなどがある。面積は2万2 2 1 4トルで、 その約3分の1がマレーイコールサンセット国立公園となっている。ミルデューラ市街地を含む北部地域と違い、南部では考えが及んでおらず、小麦などが栽培されている。ミルデューラ広域市は下記の市長と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。